トーマス・ケビン・ビーティは、イングランド出身の元サッカー選手。ポジションは、センターバックであり、イングランド代表にも選出された。カーライルで生まれたビーティは、1971年に、イプスウィッチタウンに加入した。1972年8月にトップチームデビューを、果たし、1973から74シーズンには、ピーフ年間最優秀若手選手賞の初代受賞者と、 なった。1977から78シーズンには FA カップで優勝し、1980から81シーズンには UEFA カップのタイトルを獲得した。BT は決勝戦を怪我で欠場しており、BT の自助伝のゴーストライターを務めたロブリッジが中心となり、単眼賞を送った結果、2008年に優勝メダルを受け取ることになった。 怪我により1981年12月に現役を引退したが後に復帰し、コルチェスター・ユナイテッド、ミドルズブラ、ハーウィッチ・パークストン、サンドビー・ケン・イフ、コングスベルグ・イフ、ニーベリ・サンドイル、トリシル、FC ・クラクトンでプレーをした。1975年から1977年までの間にイングランド代表で9キャップを記録し、 ボビー・ロブソンからは今まで見たイングランドの選手ではベストだとかつて言及されたことがある。2012年5月に生活保護の不正受給により有罪判決を受け12週間の外出禁止令が下された。その後 BT は愚かな過ちだったと述べ謝罪をした。2018年9月16日心臓発作のため死去64歳胞打 プレイヤーズインデックスハット ABCX イングランドイップスウィッチタウンプレイヤーケビンベアッチエアドミッツフラウドハットベアッチエウィルピン ON ユーロメダルアフター27イヤーズハットイングランドプレイヤープロフィールハットケビンベアッチエハット X イップスウィッチタウンプレイヤーケビンベアッチエソーリーフォーベネフィッツアイムエステイク X イングランドイップスウィッチタウンプレイヤーケビンベアッチエダイズ BBC ニュース2018年9月16日閲覧ありがとうございます。